皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。おやすみなさい、かみです。今日は、マリオに出てくるクリボを作っていこうと思います。はい。では、茶色っぽい粘土ですかね。これを用意してください。私はオーブン粘土フィモを使っております。はい。こねこねしてですね、クリボちゃんの体の形に整えていきます。なかなか難しいですね。なんか横っちょがちょろっと丸になってて、今度は足ですね。足の部分は焦げ茶色の粘土を用意してください。はい。焦げ茶色の足をしております。クリボーさんです。もうね、クリボーさんはね、私のちっちゃい時、マリオしてる時からの付き合いなんでね。これは本当可愛く作ってあげたいなと思うんですけども。はい、足の完成でーす。次はですね、足をくっつけていきまーす。じゃーん、体に足がくっつきましたー。はい、次は、目ですね。目をくっつけてー。すいません、目飛んでますね。目をくっつけてますね。まん丸にしたのを。くっつけて、今度は歯ですね。こんな三角に切ってます。はい、これは唇ですね。唇の部分を焦げ茶色の粘土で作っております。細長くします。はい、こんな感じかな。あ、口じゃない、これは眉毛ですね。眉毛でした、すいません。今これ眉毛作ってます。眉毛をつけてみますが、太いね。太い、太い。これは太いです。ちょっと、凛々しすぎるクリボーさんになってしまうので、ちょっと細くして、でもやっぱり、今度長いね。長い。今度長かった。はい。長いので、ちょうどいい感じで。どうですか？これでしっくりきましたかね？はーい。よかったです。次はですね、口ですね。これは口です、口です。はい、口を作っております。こんな感じで。ね、口。結構大きい口されてますよね、クリボーさんね。としてね。ほんと凛々しい顔されてますね。次、歯くっつけていきますね。これ、牙ちょっと大きすぎましたね。あれ？ほっぺたくっついてる。ほっぺたくっついてる。取って取って。はい。次、これ、歯をね、ちょっとちっちゃくして、もう肩で乗しちゃってますね。これね。かなり手抜きでございまーす。はーい。次はですね、目ですね、目。ねえ、目で重要ですよね。あら、目はくっつきましたー。わーいわーい、くっつきましたー。クリボーさん出来上がりでーす。どうですか、どうですか、クリボーさん、クリボーさん。わーいわーい、できましたー。ご視聴ありがとうございまーす。マリオ系のキャラクターも作っていこうと思うので、もしよかったらチャンネル登録お願いしまーす。Thank you. 見てくれてありがとうございます。チャンネル登録お願いします。